どうも、この動画を見ている皆さん、こんにちは、浩平です。この角度からの動画って今までなかったですよね。まあ、それはさておいてね、この動画はですね、公開予約してある動画です。事前にね、まあ、撮ってあります。はい。またね、この動画は多分土曜日に公開されてると思いますので、あれね、その頃多分僕はスクエス民間社祭秋田に参加するために新幹線で移動中なんじゃないでしょうかね。まあね、なんでこんな動画作ってるかと言いますとですね、本日2月18日の、現在ですね、5時55分でございます、朝の。ちょっとファーストライブ前でね、いろいろと忙しいということもあって、編集やらなんやらをね、夜中中ずっと作業していたら、なんとこの時間になってしまいました。まあね、もう本当にね、次の日は感謝祭なんでね、あんまりね、ちょっと無理はできないんですけれども。まあね、でも休めるところでは本当に休みたいなと思ってます。でですね、なんでこの動画を撮ろうかなと思ったかと言いますとですね、やっぱりね、まあ本日ね、定期ラジオも、お休みということで、もう前日入りしちゃってるんで、ちょっとね、生配信ができないんでね、まあ、ちょっとね、こういう動画をでも撮ってみようかなっていうので、ちょっと緩く今回はやらせていただきます。まあね、今回何を話そうかなってちょっと迷ったんですけど、あれね、ライブのことについてね、いろいろと話そうかなと思います。はい。皆さんね、やっぱり、アクアファーストライブね、この動画が撮影されてからだともう残り1週間となりましたね、皆さん。いやー、楽しみでしょ、皆さん。ね。ほんと、だってもう残り1週間、ね。7回寝ればもう、7回じゃない。6回寝ればもう、ファーストライブですよ。で、前日物販もあるという風に発表がされましたんでね。私、前日物販も、行きます。はい。そのためね、もう本当に今からね、ものすごい楽しみ、なんですけれどもね。まあ、そういうこともあってね、非常にもうドキドキワクワクしてるんですけれども、皆様にね、やっぱり注意していただきたいっていうこともあるんですよね。それは自分も含めてですけれども、もちろん。やっぱりライブということなんでね、皆様本当にね、その体調管理には、お気をつけください。はい。やっぱりね、ライブ、基本休憩時間以外はずっと立ちっぱなしでございます。やっぱり特にね、その、スタンド席、立ち見席っていうんですか、立ち見席の方とかね、休憩時間でさえも座れないので、なお大変かと思います。これ別に、ライブビューイングでも、何でも共通することですけども、必ずですね、ちょっと軽食とか軽い食事のようなものとか、軽く食べられるものとかですね、あと飲み物とかはですね、必ず持っていくことをお勧めします。少なくともですね、飲み物、このぐらいのペットボトルのでもいいので、それを1本はね、最低、持っていくことをお勧めします。はい。絶対ね、水分補給は本当にしないと、本当にね、倒れてからじゃ遅いのでね、そういうことはないようになるべく防ぐためにも、皆様自身でですね、体調管理はするためにも、やっぱり飲み物、そして、ですね、タオルですね、こういう、このような肩からかける、肩からじゃない、首からかける、マフラータオルとか、そういう汗をね、拭くようなものとかもね、皆様、ね、持っていくことを私は推奨いたします。強く推奨いたします。やっぱりね、アクアの皆さんもね、歌ったり踊ったりするので、大変な分ね、我々もね、やっぱり応援する立場としてね、ものすごい体力をね、使ったりするので、本当にね、皆様でね、アクアの皆さんの言ってることを真似し、パクるわけじゃないですけど、怪我をしない、させない、体調管理は、きちんと整えておく。そして、現場でもね、皆様自身でね、なるべく体調管理は、きちんとする。ね。そしてもしね、何かあったら、周りの人に何かあったら、お互い助け合って、やるというのでね。キャストさんだけでね、ライバーやってるわけじゃないんでね。裏方もそうですし、そして我々応援する側、参加する側も、ね、もう本当にね、皆様が一緒になってね、成功させるライブですのでね。はい、そこは本当に、ね、気をつけていただきたいなと思います。はい。いやー、ね。こんなに結構長話したのは、ね、本当に久しぶりだね。あと最近本当にね、登録者もね、増えて、ね。本当に皆様ありがとうございます。はい。
ある程度ね、私のお名前もね、結構知られるようになりまして、はい。本当にそこは嬉しい限りでございます。まあね、チャンネル登録とかね、どんどん、していただいて、またね、高評価とかもね、ぜひしていただければ嬉しいです。ですね、皆様あんまりね、思われていないかもしれないんですけども、我々その、配信する側からしてみれば、高評価っていうのはものすごいメンタル的に良くなるんですよ。なんでね、本当に高評価どんどん押していただければ、僕もね、その分どんどん、ね、嬉しくなりますので、ね、それは本当によろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はね、本当に雑なちょっと動画になってしまいましたけれども、ちょっとね、久々にこういう雑談系の動画とかもね、まあ、たまにはいいだろうということでね、ね、やってみました。この動画が公開されている頃はね、まあ、先ほども言いましたけども、移動中なんでね、ツイッターでね、ボソボソ言ってるか、もしくは、寝ちゃってるかもしれません。ね、その辺はどうなるかわかりませんけれども。というわけでですね、皆さん、さよなら、バイバイ、アディオース。さあ。あ、ダメだ、うまく消えなかったね。